今日はね、こちらを使って焼き肉をやっていきます。食材をね、ペターンとプレスしておせんべいみたいな形にするっていう機械なんですけど、じゃあ中開けますか。あ、こんな感じになってるんだよ。よし、お、なんだこれ。これ、すごいね。すごい、なんかサソリみたいな形しとる。これちょっと取るね。あ、なるほど、ここにね食材を入れてプレスするって感じですね。とりあえず潰して焼いてみたっていう機械ですね、これ。すごい名前ですね。で今回はね、これシンプルにね、こちら焼肉盛り合わせ、これをプレスしていきたいと思います。はい、じゃあ焼いていきましょうかね。まずはじめに、じゃあ赤身やっていきましょうか。2枚ぐらい、じゃあいきます。お、なんか音する。ジュージューって言ってる。煙も出てきた。これ蒸気があるってことは水分が蒸発しているタイプってことですね。音もすごい。どうなってんだろう。わー、すごい。うおー、なにこれ、くっついてる。もうちょっとやってみようか。ちょっとカリカリになってどうなんだろう、これ。よし、あ、じゃあ、あ、すごいペラペラになっちゃった。なんかビーフジャーキーみたいになっちゃったペラペラになっちゃったペラペラ。じゃあ塩コショウかけて。あ、すごいね、パリッパリなんか水分が全部飛んでる。すごいペラペラ。うん、うん、美味しい。肉の食感じゃ全然なくなってる。へえ。サクサク。サクサク？うん。へえ、うん。じゃあ食べてみます。あ、本当？何これ、せんべいみたい。うん。もう水分が全部蒸発してますね。スナック菓子みたいな感じになりますね。なんかよくあるお肉味。ね、あれで。あ、すごい、かっぱえびせんみたい。お肉の脂がこんなに。美味しい。ね、これ美味しい。じゃあ今度次。うわ、すごい水分。油？油と水分。油と水分。すごいですね。全部こんなに出るんだって感じで。ヘルシーになってる。想像していたより美味しいですね。ね、うん、これ次、切り落とし。よし。おお。なんかカリカリベーコンみたいな。ちょっと食べてみる。すごいね。どうすか、本当にベーコンみたいですね。あ、ベーコンやね、バラやだけに、ね、いただきます。美味しい。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい、うん、さっきはスナックみたいだったけ ど、うん、今回はなんかちょっとビーフジャーキーみたいな感じ。あ、ビーフジャーキーみたいな感じ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。おー、うまい。お肉の水分が全部抜けてカラッとした感じの仕上がり。パサパサじゃなくてもカリカリって感じですね、うん、カリカリサクサク、うん、しっとりって感じ。優しい味になるね。あと行きましょうか。なんか怖いね、これ。助けてみたいな。やめてなんか内臓独特の匂いだっけど、さっきのバラとかとちょっと違う匂いがしますね。ねえ、行ってみましょう。おお、これもペラペラになっとる。塩コショウかけっか。じゃあ、ハツはあんま水分出なかったですね。水分少ないよね。少ないですね。うん、おいしい。いただきます。なんかちょっと。ああ、ちょっと歯ごたえあるねこれ。うん、なんか砂肝。そうそう、砂肝みたいこれ。砂肝のあの柔らかい感じ。面白い。これ面白い。素材によって食感が違いますね。ね、うん。次はこのコリコリ焼き。やってみましょう。これは動脈の部分ですね。あの本当にこれ油水分あんまりない感じですね。見てみましょう。やっぱ水分少ないのは全然音がしないです。ちょっとエンジン出て。音がしてきた。お、ハツどうですか？めっちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい、ほんと。最強に美味しい。最強。子供ってお肉なんか繊維があって、うんうんうん、なん
み込めなかったり、紙あ、ね、うん、いつもはハサミで切らないと、うんうんうん、肉食べないんですけど、ホットプレスすると、うん、そのままパリパリ本当だ、子供が食べれるね、これやったら、ね、これ食べやすくなるのかもしれないですね。ね、あ、家庭でやるのはすごくいいかも、子供と、うん、楽しいですね、うん、でもいいお肉使っちゃうともったいないかも、スーパーの安いお肉でも楽しい、ね、安いお肉でいい ね、はい、あ、誰だ、君は誰だ、あれ、じゃあ開けまーす、コリコリ焼き、すごい音したね、やっぱり、あ、でもあんまり変わんないね、厚みもちょっと半分ぐらいにはなったけど、いただきます、うん食感がすごい、嘘、おいしい、おいしい、なんか弾ける食感じゃん、誰が食べてる、おすごいプリップリな、うん、うまい、なんかコリコリプラスプリプリが入ったつかコリプリコリプリだ、うまい、これはちょっと子供にはダメ、で最後ハラミいきます、チームみたい、うん、あ、白の帽子みたい、すごいこれぺったんこになってる、あんなに熱かったのに、あ、でも柔らかそう、なんか、美味しい、ビーフジャークになっちゃいました、おー、噛むほどに味が出てきますね、うん、これこそ本当にジャーキーみたい、ハラミや旨味も残ってますね、あー美味しい、柔らかくてしっとりジューシー、めちゃめちゃスーパーで美味しい、スーパー美味しい、スーパー美味しいね、じゃあちょっと面白そうだからレバーもやってみましょう、追加でプレス、おお、どんなになってるんやろ、危ないよ、うわ、おお、タジが焼いた先うまい、あ、うまいね、ペラッペラッペラめっちゃペラペラ、水分あんま出てない、出てないですね、へえ、いただきます、うん、おいしい、食感がいつものレバーとは違う、じゃあちょっと食べてみて、おいしい、おいしいレバーおいしい、レバーめっちゃおいしい、めっちゃおいしいんだ、美味しい、うん、うん、普通にレバーの味、パリパリにはなってないですね、これがレバーが一番食感がそのままっていうか、そうだね、レバーあんま変わんないね、レバーを食べてるって感じの、ただ薄くなっただけっていう感じ、あー味も美味しいですね、うん、全然違いますね、その部位ごとに面白いですね、じゃあみんなでどれが美味しかったか一番ちょっと言ってみましょうか、レバー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 一番美味しかった、うん、ほんとさあ、というわけで本日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、今食べた中で一番美味しかったものを発表してみましょうか、何が一番美味しかった、ジョーアカミ、ジョーアカミ一番最初食べたやつ、うん、覚えてる、本当に肉ちゃん嫁は、私は、はい、ハツです、食感が本当砂肝みたいな食感になって、なるほど、うん、美味しかったです、あ、レバーが美味しかった、うん、レバー美味しかった、うん、うーん、レバーが美味しかったみたいですね、肉ちゃんは、あー、コリコリ焼きかな、コリコリ焼きなんやけど、プリプリした食感にもなったので、一度で二度美味しい味わいといいますか、美味しかったかなと思います、そんなに高くない商品なので、子供とね、焼肉を楽しむのもありかなと思いました、食事というよりスナック感覚で、あ、そうだね、ね、ご飯とお肉っていうよりはそのお菓子、おやつやね、子供はおやつで、大人はお酒のおつまみとか、ああそうやね、うん、合う合う合うっすね、だからちょっと厚みのあるお肉、このペラペラになるのもね、すごい開けるのも楽しみっていうか面白いなと思いますので、これからもねちょっと愛用していきたいなと思います、ということで、いつもいいね高評価ありがとうございます、ありがとうございます、コメントもありがとうございます、またリクエストもお待ちしておりますので、どしどしご投稿を寄せくださいませ、それではまたお会いしましょう、さよなら、ありがとうございました、どこ行ったの
松坂焼肉ホルモンの店。